旧インドシナ銀行上海支店ビルインドシナ銀行ビルは、上海ワイタンに位置している建物。旧地盤からはワイタン29号とも呼ばれる。このビルは、仏領インドシナ、杭州フランス疎開を含んだ仏領インドシナ連邦の中央銀行であったフランス手法インドシナ銀行が、上海において、支店として建築したものである。1899年、インドシナ銀行は、 フランス疎開の中で上海支店を開いた。しかし、その後ワイタンでの営業を行うために、上海共同疎開のワイタン29号の土地を買い取り、ビルを建築した。1911年に竣工し、完成は1914年だった。典型的な古典主義建築であり、イオニア風の円柱が使われている。 ビルの高さは21.6メートルであり、グレンラインビルと比べて6メートルしか差がないが、階数はこちらは3階建てである。外部の彫刻は精巧で美しい。入り口扉の廊下はバロック風になっている。設計はアトキンソンダラス。1956年、このビルは住宅管理局に接収された。ビルの名は、ガタリ業大廊であったが、これを東方ビルに改名し、 上海市公安局交通課が使用するようになった。現在、この建物には、広大銀行上海支店が入店している。ありがとうございます。